はい、今回はですね、表情筋を鍛えるエクササイズをお伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンチです。今回も老化予防のアイデアとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、今日はですね、表情筋を鍛えるエクササイズということでお伝えしていきたいと思うんですけども、結構やっぱりね、今外出を自粛したりとか在宅ワークというのがね、かなり増えてきてるんですよ。で、その在宅ワークでですね、一番ポイントになってきてるのはね、やっぱコミュニケーションが取れてない、小話というか雑談ができないということによって、人とやっぱ喋らないとですね、やはりこの人間で見えないストレスがかかるらしいんですよね。で、僕は結構ですね、喋ることが多いんで、なんていうんですかね、ストレスというか、こうやってね、カメラに向かって喋ってるぐらいなんで、お話しするのがまあ好きなんですけども、やはりこう、人と喋るっていうのは大事だと僕はすごい思うんですよね。で、今回は、家で一人でいてることが非常に多くなっている方、で、しかも、表情を使わない日本人特有のですね、老化現象っていうのがあるんですね。筋肉って使わなかったらやっぱたるんでくるんですよね。で、老化っていうか退化していくんですよ。だから、20代の方からね、先日質問あったんですけど、ちょっと顔がね、こうのべっとしてると。で、表情があんまりないんですという話だったんですね。で、しかも最近の、若い方に特有なんですけども、口を大きく開けることしないんですってね。なかなかこうね、喋ることもあんまりすることが少なくなったりとか、スマホ見てるからね、こう顔が下がるんですよ。こういう感じでスマホ見てるとね、こうやってスマホ見てるとですね、こう顎のところたるんでくるんですよ。そういう、見えてなかった、こういう感じでスマホでね、こうやって下がってくるんですね。で、そういうこともね、踏まえて今日はね、顔のエクササイズっていうのをやろうかなと思いました。で、今回はそのやっぱお家でできるっていうことでですね、がっつり毎日毎日ね、合間でやってほしいと思います。で、これね、3つあります。あーの口、うーの口、おーの口ね、あーうーおあうおです。はい、このね、3つの方をですね、ちょっと今日お伝えできたらなと思います。で、これやることによってですね、お顔の筋肉のその表情筋を鍛えることによって表情が豊かになってきて、笑う時もですね、こう素直っていうか、こう笑顔が素敵になったりとか、喋ってる顔が生き生きしてるとか、こう普通にやっててもね、顔がこうね、やっぱほころんでくるようなですね、そういう笑顔作りもできますので、顔作りもできますので、ぜひやってほしいと思います。で、今回もじゃじゃん、炭酸生態スプレーを使っていきます。この白バージョンを今回使っていくんですけども、この白バージョンはですね、炭酸プラスヒアルロン酸プラセンタビタミン C 誘導体っていう、この3つの成分も入ってるんですね。この3つの成分が何に効くかというとですね、炭酸はもちろん皮膚から浸透して毛細血管を拡張させて筋肉に血液が流れやすくするっていう作用があります。その筋肉に血液が流れることによって筋肉がこう疲れてるとか、退化している筋肉に血液が流れるんで再生していくんですね。こう活発に動きやすくなっていくっていうのが一つと、あとはプラセンタっていうのがね、これ大きなポイントでして、万能栄養素といわれるね、このプラセンタエキスが入ってて、これ細胞レベルからね、修復作用というか修復できるような成分になっております。で、これが炭酸と染み込むことで血液の循環が上がると同時にですね、細胞の方にも栄養が行きやすいっていうことなんですね。この2つが一番主力成分かなと僕は思っております。あとはビタミン C 誘導ではお肌を白くしたりとか、ヒアルロン酸もお肌にいい効果があるんですけども、これはね、いろいろ喋っていくとですね、僕がやりたいセリフができなくなっちゃうんで、また次回以降のね、動画でまたお話したいと思います。で、今回はこれを使っていくっていうことでやっていきます。で、いつも僕はね、質問にもあったんですけど、僕お風呂上がりとかね、このスプレーとニベアの青缶ですね、青いクリームをバーッと塗ってですね、やってるんですけども、じゃーん、これ一周2週でもいいですよ、2週で、こう顔にこうなじませてください。ピチャピチャーとね、化粧水をなじませるような感じ、まあほとんど触らなくてもいいぐらいなんですけども、こっからですね、今日はあーの方、うーの方、おーの方をですね、やっていきたいと思います。で、ちょっと斜め向いた方が分かりやすいと思うんでやっていきたいと思うんですけども、映ってるかな、こうあー、いきますよ。大きな口でここを全開にバーンみたいな感じで、ああね、あってやって10秒キープしてください。10秒ね、 OK ですか。でですね、今10秒やった時に
これ、まあ、顎関節がね気になる方はその思いっきり開けなくていいですよ。そのあちょっとやばいからこれだけだらガクっていっちゃうというところの手前ぐらいで開けておいてください。で普通に顎の状態が悪くない方は全開でバコーンみたいな感じで、あーみたいな感じで開けることで、この抗筋っていう筋肉はですね、やっぱこの噛み締めて歯ぎしりとかね、寝てる時に歯ぎしりとかする方がおられるんですけども、これを、この筋肉こう 筋肉収縮しちゃってるんですよ。それをね解放してあげるような感じですね。解放、あーみたいな感じ、あーって感じでやってください。でこれが一つあの方です、はい。で二つ目うーの方、うーはですね、次口をうーこう寄せるような感じ、うーってこうか顔全体で、ね、この鼻のこのセンターここら辺にこう中心に持っていくような感じ、うーってこんな感じでやってください。ですか、はい、ギューッとこう筋肉をね外から中心にこう持っていって、これがウーの方です、はい。ウーの方ね、はい。これがアートウーですね。次オーの方いきますよ。オーの方、オーは逆に中心から外にバーンっていくような感じで、あーじゃなくてオーね、オー、頬の筋肉が伸びていって、目もおお、って感じですね。で、あ、何今で終わったの？あ、う、おですね。この3つの型をぜひやってください。で、僕ね、この表情筋もね、何本か取った記憶があるんですけども、顔の表情ってね、日本人は特に使えてないらしいんですね。ドイツが 85% ぐらい表情筋を使ってて、アメリカで 60%、日本で確かね、20% ぐらいしかね、顔の表情筋使えてないんですって。で、あの表情やっぱ出にくいじゃないですか、日本人の顔、日本人の方って。なんかこう、笑顔とか、怒った顔とかもなかなかこう表現しづらいっていうのも、その表情筋をねこうあんまり使えてないっていうのもあるし、文化的にもね。でもやっぱりこれからはね、やっぱグローバルな社会ですから、顔の表情ってめちゃめちゃ大事だと思うんですね。あ、この人怒ってんのかな、笑ってんのかな、なんかどう考えてんのかなと思われるよりも、ちゃんとこう顔の表情だけで楽しそうに見えるとか、あ、こう幸せそうに見えるとか、これって非常に大事だと思うんですよ。で、そういうことをですね、もう伝えていきたいと思いますし、今まさにですね、ちょっとコロナウイルスのおかげでっていうか、せいでですね、結構やっぱり暗いイメージじゃないですか。でもその暗いイメージをですね、払拭するためにも表情を、ね、豊かにしていてですね、あなたもそのコロナウイルスにかからない、これ免疫にも効果ありますよ、絶対。だって、笑っていられるんですから、笑っていられるんだからって言いそうになったんですけど、笑えるっていうことは、いいことなんでね、そのウイルスとかそういうのってね、やっつけれるんですよ、笑顔で。で、笑顔があれば何でもできるみたいな感じですね、こう笑っていきましょうよ。で、ぜひですね、笑う筋肉を鍛えていくために、この表情筋エクササイズを、ぜひ毎日ですね、やってみてください。で、これやるときはですね、朝晩もそうなんですけど、できたらですね、昼間の何もしていないこの時間にですね、ぼーっとしてる顔がね、顔がぼーっとしてるときですよ。顔がぼーっとしてるときに、ぜひちょっとね、今のあうおの方やってみようみたいな感じですね、これ10秒を3セットやってください。だから、1分半ぐらいなんで、1分半で終わってるかな、あちゃうわ、1分半ですね、1分半なんで 2分弱でできるセルフケアなんで、ぜひですねこれを定着化させてみてください。まあこんな感じで、今日の動画良かったなと思ったらいいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いします。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。